はい、どうも皆さん、マルチゲーミングクラホームルクロと申します。ということで、シャドウタクティックスやっていきたいと思います、うん、前回はなんとか、ここをねクリアして、なんだっけ、息子のなんだっけ、アツシだっけ、これだ、マサルか、マサルの居場所を特定したと。で、今回はマサルを護衛から引っぺがし、そこで、まあ、撲殺じゃねえわ、殴って気絶させて、まあ、何、誘拐して尋問しようと、はい、そういう魂胆ですね。一番最初に思ったのがね、肌白いね、うん、お見てちょっと肌白すぎじゃない、これちょっと気持ち悪いよね。あ、これ服着てるけどこの色と一緒じゃん、もうほら、もう、うわあ、おー、なになに、はっとり、はんぼう、はっとりはんぼう、ちょっとよくわかんないやじゃあここから行くんだけど、これね、もう早々にね無理なわけだよ、多分ね、水入んなきゃ無理なんじゃないのこれ、多分。そう、多分水は入れるんで、ここぐるっと、あ、回れるのかな、あ、回れそう、多分ね、これ、あー、こいつはギリやれるのか、でも多分こいつやるのってなかなか多分きつい気がするんだよな。こいつは多分タイミングよく行けばやれるんだよね、愛子さんだ。さっくりやって、まあ運ぶ形かな。で、問題はね、ここ橋を渡りたいんだけど、多分ね、橋渡れないんじゃないかな、そんな気がする、個人的に。ちょっとここだって多分侍でしょ。あー、渡れるか、しゃがめも渡れるな、あー、渡れるね。で、ここなんとかしよう。でね、多分バッチであれだと思うな、急いで、水に入らないかったらバッチもらえそうな気がするんだよね。単なる肩慣らしよ。素早くね。一緒。そうさ。うわー、どうしよっかな。まあでも。愛子さんはいけるか、愛子さんはいけるけど、優雅な着地ね。あ、待てよ、変装します。愛子さんはいけるから、侍夜はすぐよがギリギリ、その将軍の息子が殺された、侍がギリギリここだね、 OK、 ここならバレないね。で、無駄にする時間はないわ、起きてたからな。ここなら多分後ろからやってもバレないと思う。ここにコップ、便利な小道具よ、巻きます、隠し武器よか、急いで、すぐよ。あそこ、俺見たんだ。素早く移動するわね。あぶねえ、マジあぶねえ、ギリギリや。いや、でもこれさ、これ渡れないんじゃない、こいつ。あ、いやー、戻ってきちゃうか。意外と行けちゃったりしないかな、いいだろう、
気をそらす。あ、でも何か聞こえたような。紛らわしい風だ。ちょっと待てよ。あ、さすがに無理か。ちょっと、やだ。はい。助けてくれ。誰か守ってくれ。そうだな。これは酒は無用だ。いや、きつかったか、きついか、さすがに。油断するな。いや、ちょっときついな。よし、滝を戻そう。ここは大丈夫か。階段は登れるね。今行くわ。素早くね。よし、計画通り行きましょう。どうしてそんな風に振る舞える。いつも通り話して頭を下げて笑って、あんなことがあった後だっていうのに。女は内面の壁に囲まれていなければ死ぬのよ。女は学ぶのよ。もし感情が高ぶってもそれは隠さないといけない。そんなか。酒だ。俺はマサルとその父の野郎どもを殺したい。そんなおごりは今はできないはずよ。ハヤトさん、あなたの中に私の言葉をとどめておいてください。復讐の念は時が来るまで持っていてください。わかった、行くよ。うわ、偉い。今回は偉い。ちょっと前にね、お互いが対立してたけども、まあ今回はあれだね、さすがにことがことだから。急いで。これ渡れないのかな、ここ。ああ、さすがにここは渡れないか。うわー、ここ行きたかったんだけどな。上に登れる方法がないか。あー、屋根に登る方法がない。そうか、ここはいけないか。マサルさんの、マサルさんってつけなくていい名前ね。マサルどこ行った、マサル。いやー、マサルどこ行った、おい。いてた。いやー、どっかでちょっとひっぺがしたいよね。これ、愛子さん、こっち来てさ。素早く移動するわね。無駄にする時間はないわ。登って。すぐよ。降ります。で。今ダメだね。今ならいけるか。OK。素早くね。で、侍にだけ気をつけなきゃいけない。あ、くる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 。待てよ。あ、ちょ、そっち向くか、そこまで向いてくか。お酒だ。マサルを護衛から引き離して、マサルを傷つけを決して殺してないように。はい。殺しちゃいけないね。酒ですか。でも、マサルの行動が…あ、か…いや、でも会話無理だもんな。素早く移動する。すぐよ。で…急いで。侍はいないと思うから。これが彼の入る浴槽だわ。間違いないな。湯を沸かすのはどこ。ああ、これだ。無駄にする時間はないわ。
できない。馬鹿げた考えね。これで待ってればいい？あ、グラグラ煮えてんのかな。さっきでもボコってなったよね。どうなるんだろう。ああ、もっとだ。もっと熱いよ、持ってこのか。ああ、今ってこと？ああ、今温度上げろってことね。素早く移動するよ。今行くわ。熱い、熱すぎる。どこ行くんだ。あー、ここか。あー、なるほどね。じゃあここら辺ちょっと掃除した方が良さそうだな。じゃああれかな、ここら辺はもう、ここら辺一帯はアイコさんでちょっと投げ倒して。え、でもさ、これでもやっぱ水入るのきついって。水入りたくないんだよな。バッチ取れ、1個取れたからいっか。多分ね、無理な気がする。ちょっと厳しいから、降りて、あれだ、こっち、いけるのかな。いけるよね。全然戻ってくるね。うん、今日はあんまを受けたいぞ。酒ですか。島で行ってどうしよう。急いで。ここだな。ここにいて、とりあえずで、ハヤトで、ハヤト、とりあえずここにいな。めっちゃ熱中起きてたからな。酒ですか。命取りのビール。無駄にする時間を素早くね。無駄にする時間はないわ。で、ここは見えてないね、キリ多分。かんざし、すっ素早く。違う、違う静かにね。で、そうします。で、こいつも多分平気。素早く移動するわね。かんざし今行くわ。馬鹿げているわ。すぐよ。無駄にする時間はないわ。素早く、ね、ここで捨てます。こちら。無駄にする時間はないわ。こいつも多分平気だと思う。絶対多分見えてないはず。隠し武器。素早くね。急いで。素早く移動するわね。何かいるのか。かんざし。すぐよ。
隠し武器。もっと熱いよ、持ってこるか。今行くわ。くる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 。ここで。で、熱いっつって。首のところ。はい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 。そうだな、やったぞ。すぐに彼を連れてボートへ。ボートって無理じゃないこれ。だって。あ、だよね。待って、ボート、ボート。どうやって？これボートってさ、愛子さんで乗ってここまで運んでこれるのかな？あれ、お侍、あ、侍これ探し始めたの？多分。侍多分探し始めたね。急いで。無駄にする時間はないわ。待ってよ。ああ、上がってこれないか、ここ。から上がってくるんだ。オッケー。今行くわ。侍いないね。命取りのビーを。ブレ。素早くね。素早く移動するわね。すぐよ。素早くね。ああ、さすがに無理か。え、ちょっと待って。だってこれ、こいつ持ったまんま歩けなくない？待って待って。いやあ、無理だろう。いや、無理だろ、どう考えたって。待って、あ、外回ればいけるか、これ。いやー、外もクソもねえわ。無理だ。どうしよう。待って、どうやってそこ持ってくの。あー、じゃあこ、え、逆にここだったらなんだろう、こっち側だったら、なんだったんだろうな。まあでも、いやー、急いで。一人ずつやっていくしかないよな、どう考えたって。とりあえず。無駄にする時間はないわ。これさ、ですよね。そりゃそうだわ。そりゃそうだ。今行くわ。いやー、ちょっと待って、どうしようこれ。急いで。ちょっと待って、どうしよう。あ、でも、いや、こいつを今この真後ろにいるやつをやれるとは思うんだよ。
多分この真後ろにいるやつはやれると思うんだけどな。でギリギリ多分こいつも範囲外に入ってるから、これとこの敵2人はやれると思う。侍がちょっときついかな多分。かんざし、素早く移動するわね。うわ、ぶねえ、ぶねえ、そっからサムネ出てくるのわからなかった、ぶねえ、ぶねえ。今ならば、セーフで変装できる。隠し武器を。あ、来ちゃうか。無駄にする。素早くね。オッケー。で、こいつもめんどくさいな。よしよし、うまい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 。いいぞ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 。こまめにこまめに。こまめに、もうこいつはもう担いでてもらう。ハヤトには筋トレしててもらう。で、何がきついって侍なんだよな。集中すれば。しょうがない時もあるものね。一発撃って侍攻めて、ここ二人はやりたいね。まあ三人やれれば一番美味しいけど、こいつでもさ、こいつ意外とやれちゃったりしない、運べたりする。こっち側向いてるのっていないよね。あ、バカ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 バセーブで、ここあとはあとこいつかな。こいつはでも多分やれると思う。位置的にちょうど明かりも少ないし、多分侍もくしゃみこない、少ないから隠し武器。いやー、サムライきついな。どうしよう。うわー、ちょっと待って、どうしようかな。おっ、ぶねえ、ビッター。ちょっと待って、どうしようかな。ちょっと待って、どうしようかな。上上がれるじゃんね。いやでも正面からしかここ登れないのか。だね、正面からしか登れないのか。ちょっと待ってよ。しょうがない時もあるものね。ここで撃ったら急いで。ちょ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 言えないわ。ブラブラ違う。なんてか殺な武器か。ここでやればギリいけるか。命取りの美を。やるならこいつだけでもやっちゃうねときついよね。あ、それか。馬鹿げた考えね。つけに来るよね。つけに来るじゃんね。ちょっと待って、どうしようかな。どうしよう。わあ、ちょっと待って、どうしようかな。超迷う。超どうしようか迷う。で、多分つけに来るんだよ。明かりが消えてるって言ってつけに来ます。
しょうがない時もあるものか。優雅とは言えないわ。今撃っちゃダメだ。今撃ったらなんてガサツな武器かしら。待てよ、試してみよう。かんざし。いや、ですよね。まあそうなるよね。すぐよ。いや、そうなるよね。素早く、ね。しょうがない。もう少し。かんざし、急いで。よし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 。オッケーオッケーオッケー。のアホが消したの。そう、優雅とは言えないわね。いや、ここかな。殺すならここ入る直前。弾がないわよ。今行くわ。あー、くそ。ちょっと待って。いや、いける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 。あー、こっからか。優雅とは言えないわね。ちゃったの。隠し武器。今行くわ。オッケーオッケーオッケー。急いで。できない。よし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 。いいぞいいぞ。めちゃめちゃ完璧だ。いや、めっちゃめっちゃうまいよ。めっちゃうまいよ。語彙力な。でここで変身します。あ、変装します。で侍さんいなければ。もう怖いもんなしなんだけど。こいつがどう回る？かんざし、素早くね。で、あとは問題はこいつをどう運ぶかなんだよ。そうして、明かりちょっと消してこっか。今行くわ。素早く移動するわ。間違って消しちまったのか。隠し武器。急いで。なるべく巡回してるやつはちょっとやろう。オッケー。で変装します。無駄にする時間はないわ。優雅な着地ね。わあ、ここの二人やりてー。すぐよ。ここ二人やりたい。少しの間、ふ、命取りのリー。もう少し、かんざし。うわー、ちょっと待て、ちょっと待て、待てよ。かんざし、くしゃみこなよ。ふ、命取りのリー。隠し武器。即死ね。素早く。少しの間、目が見えなくなるの。でも多分こっちはやれないんじゃないかな。あ、こっちはやれないな。酒ですか。まあ、でもやりたいね。あ、やらない、最悪やれなくてもいいか。あ、これは、あ、こっちじゃなくてもいいか。いいちかばちか行くか。変装して、うわーこいつやりてー。ああれだ、愛子さんで、愛子さんでくしゃみごねで使ってもらっていこう。
大丈夫、巡回してるやつはこの侍だけだから。ギリギリ。酒ですか。便利な小道具よ。これ愛子さんで言ったらさ、ここズリ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 いけちゃう？パカ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 、何しないか。素早く移動するわね。愛子さんでいっちゃ最強じゃん。すぐよ。愛子さん違う。愛子さん違う。そう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 。今行くわ。そう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 。素早く移動するわね。素早くね。完璧じゃないか？前から来るやついないもんね。OK で。そうだな。あとは、あ、違うわ。今行くわ。ここまで運んでもらおう。いいだろう。よし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 。お、来た！来た！あ？え？愛子さん？おー、来たー！完璧！これでいいだろ。気分はどう、ハヤトさん。人質の安全にはまだ注意した方がいいかしら。その心配はいらない。生きていてくれないとな。よかったわ、ハヤトさん。あ、あんたもな。おお完璧だ。あ、やっぱほら、やっぱ、あ、あれだっけ、なかったっけ、水、水に、あ、わ、見てもやっぱあったよ、水に入らない、やっぱあったんだ。あ、殺す無理じゃない、あの状況で一人やるの。あー、全ての明かり消さない、無理だろう。5人の敵を、物を落とす、落下させて殺す、きつ。え、待って、あのマッサージ師や風呂の湯に干渉しない？どうやって引き剥がすんだよ。あー、なかなか早い、難易度高えな、おい、ここをバッチ取るの。まあでも、早かったんじゃない？ 1 時間、2時間かかったから多分早かったと思う、今回のパート。一番多分ね、後半に来て一番綺麗にさばけたんじゃないかな。はい、ということで今回は、ここまで。次回この続きやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。